なんかちょっとアンケート的な感じなんですけど、初めてじゃないですか。どうですかね。どうカットとかどうでしたか。パーマとか正直ならでいいんですけど、全然作んなくて。なんかいつもおっしゃってたように後ろからわーって切られてて、だんだんこう来て、あ、ちょっとなって思ってもちょっと言いづらい雰囲気とかあるじゃないですか、他行くと。そうっすね。でも、うん、でもバツバツカットだったけど、こう分かりやすかったので良かったと。はい、思います。ありがとうございます。パーマはどうですかね。パーマもなんか全体的に早くって、いつもパーマとかも待ち時間があったりとか、はい、待ち時間ありますよね、うん、するのがすごい早かったので、うん、待ち時間はあんまないですよ。なかったです。逆に忙しいです来たー、巻いたー、流したーみたいな。そうですね、あんま無駄な時間がない、うん、あと、まあ、この長さだったら結構たまにあると思うんですけど、薬をこうつけた時に頭皮につくじゃないですか。頭皮ってやっぱあんまりつけない方がいいんですよ。薬とかカラー剤もそうなんですけど、だそれはない。タバンもしないんで、うんうん、顔周りのところ後もつかないから、うん、あんまりこのストレスもないですよね。ないです。お化粧こうなんかベローンってこう後つくっていうか、うん、ファンデーションの後がこうあのターバンのところが、うん、それもまあないかなと思うんですけどね、うん、っていう感じで終了です。はい。